どうも、虹色ライラーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、今回は映画の回でございます。僕が見ている映画を喋ります。今回はキングダムですね。はい。まあ、漫画の回でも、えー、キングダム、原作は漫画なので、喋、えー、っておりますが、まあ、好きな漫画です。で、まあ、基本的に僕は実写化をね、すごく快く あの、見たい見たいっていう感じにはならないタイプなんですけれども、まあ、ネットフリックス見れるし、なんか見れるようになってたしっていうので、まあ、ちょっとね、どんな感じかなと思って、え、見てみましたけども、まあ、悪くないなって、個人的には思いました。はい。上から目線ですいません。えっと、2019年に第1作目が公開されてますね。で、2022年、遥かなる第1へ、2作目ですね。で、2023年、運命の炎と。 で、2024年大将軍の期間っていうタイトルが、えー、ついておりますけども、4部作で一応終わりらしいんですけども、僕は3つ目までしかまだ見てないですね。ネットフリックスでは3つ目までしか見れないので、はい。まあ、4つ目もね、見れるようになったら、まあ見ようかなーなんて思っておりますけれども、まあね、あのー、まあ原作でね、知ってるから、まあ大体こう、ああ、のどこか、みたいな感じで、まあ大きなやられるとこまで多分やるんだろうなぐらいは、こう、 ね、思ってますけども。まあ、なんかね、その、いや、めっちゃ面白いっていうよりも、すごい。<laughs> すごいなって。ま撮影とか大変だったろうなとか、なんかそういうところで、あ、こういう風に見せてくれてるんだとか、まあ、あとね、俳優さんのアクションシーンとかが結構あるんで、大変だったろうなみたいな。うん。それをちゃんと作品として、映像として、見せてくれてるっていう凄さに、ちょっと拍手を送りたいなという感じですかね。 で山崎賢人さんだよな確か名前ね俳優さんの名前も覚えられないんですよ僕は <laughs> あのほんとよく出てるしかも主役でなあって思いますねだから「今の国のアリス」もね主役だったし「でキングダム」でしょで「ゴールデンカムイ」もやってる ですよでさらに新しい映画「アンダー・ニンジャー」っていうのがあるんですけど僕漫画ね原作好きだからたまたまねそのニュースが入ってちょっと見ちゃったんですけどいやそれも主役らしいんですよすごいなと思って何でもやっちゃうのはちょっとどうかなみたいなはいでも僕的にはキングダムのね進化合ってんじゃないかなと思いますけどね うん。ゴールデンカムイは、うん、だから悪くはないんだけど、他の人でも良かったんじゃないって内心思ってますが、シンが一番合ってんじゃないかなと思いますけどね。まあ、あと大きいのね、大沢隆夫さんですよ。はい。いや、好きな俳優さんっていうのもあるんですけど、ちゃんとこなしてるなと。ええー、しっかり準備もして、体を太らせ、ね体作りからしっかりやるって、いや、すごいなと思いながら。しかも、やっぱ、ぽく見えるし。<laughs> ねなかなかキャスト陣も豪華で、 壮大な、うん、まさに壮大な、えー、映画といった感じですかね。まあこれは大変ですよ。はっきり言って撮影。ね多くの人を使っての戦いですから、殺し合いですから、数もね、数だし、まあ CG ね、使ってる部分もあるとは思うけど、まあ原作がね、すごく長くて未だに終わってないですが、まあ人気なんでね、まあ聞いたことある人はたくさんいると思いますけれども、ちょっと原作触るのはちょっとしんどいと。長くて、 ね、見るのが時間ないっていう方には、まあ、映画。映画もね、4作あるんで、あれですけど。多分これね、漫画で言うところの16巻、7巻ぐらいまでじゃないかな。でもね、漫画ね、結構セリフないとこはないから、パパッと読めるんだけどね。まあ、なんとなくね、そのキングダムの世界に触れたいっていう方は、まあ、映画を見てもいいんじゃないかなと。僕は、個人的には思っております。というわけで。あと、主題歌ですか。主題歌、ミスチルは覚えてます。2作目だったよな、ね、確か。うん。 生きろなんんでですすすけど、それががっっててるんですよ、とっても。さミスターチュードレン、はい、そこもおすすめなのでね時間があるよって方はぜひ見ていただきたいなと思いますはいというわけで今回は映画のキングダムを喋ってみました聞いてくれてありがとうございますさよなら